男性20代も、もひもて一般男性さんですね。小田先生、いつも人生相談などを拝見させていただいています。ありがとうございます、えー。東方25歳、国家資格持ちの医療職で、そこそこの年収があります。全く恋愛経験がないわけでもなく、それなりにコミュニケーションが取れる方だと思います。えー、親しい友人には、有料物件などと言われることもあります。ですが、最近は、恋愛対象として見れない、興味が持てないなどと言われることが多く、連敗中です。 あ,あ連敗中、なんとなくニュアンスわかります。恋愛向いてないのでこのまま諦めた方がいいのかなとも思ってしまいます。このまま諦めるべきか、いくら振られても相手を探すべきかアドバイスなどいただければ幸いです。うん。まあまあまあこれもあのコメント欄を見ていただければ多分いっぱいアドバイス来ると思うんですけども、<笑><笑>えっとねまずねいくら振られても相手を探すべきかっていうここら辺はなんかちょっとしんどいと思いますけどね心折れちゃうじゃないですか。で。 恋愛対象として見れないっていうふうに言われるっていうことは多分その恋愛市場ではひも手一般男性さんひも手一般ひ <laughs> も手さんと呼びましょうかひも手さんは恋愛市場においては多分価値が高くないんですね悪い言い方をしたら。だから,だからあの田舎の一軒家で農場付きみたいなもんですよ。で田舎の一軒家農場付きの物件っていうのは都市に住んでいる人には魅力的な物件ではないんだけどもちょっと都会に疲れて。 え田舎で暮らしてみたいなという人にとっては超有料物件じゃないですかで。日本さんが考えている女性とかデートとか恋愛っていうのはそれはもうその六本木界隈とかですねあの都会の中心部にでそこで住んでいたいと思っている人に対しての営業をかけるみたいなものなんですね。 え一戸建てであの農地もついてますという物件を持って行っても本当にこう無理があるんですよ。そうじゃなくてそういうところに疲れてもうあの田舎に住んでみたいなという人のところにこれ持っていけば猛烈に持てることになるのでですね、まあ、お見合いとかですね婚活の堅苦しいサイトもう本当にあの硬い目のサイトにですね登録して恋愛すっ飛ばして婚活してください。 えー、そっちの方がねまだ目はあると思うんですよね。えー、そこそこのあの給料があって医療関係の国家資格があってですね、今の年齢で婚活始めるんだったらまあ上位五パーセントにはならないです。どんなジャンルでも同じなんですよ。結局モテる人って上位五パーセントの人なんですよ。で、その上位五パーセントにはならないんですけども、恋愛サイトでも同じですよね。ところが婚活サイトに行くとひもてさんは おそらく上位30%から40%に入るのでですね、そこそこモテます。だ、そのモテる環境に行くのがいいと思うんですけどね。先週のネホリンパホリンが多分ネット配信で見れると思いますのでですね、先週先先週二週連続でやったですね、ツイッター婚活という会があるんですよ。ツイッターで婚活いわゆる結婚活動をやっている人たちのあって。 あれ、あのめちゃくちゃ参考になるのでですね。twitter 婚活の会を見てですね。この方法があるのかと思ってやってみてください。えー、次です。3番目愛人になれと言われているですねえー。40代女性 youtube で無料で見てる方です。うり坊さんですね、えー、岡田先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。はい、はい、ありがとう。もう40代になってくると落ち着いてくるよね。 女性。しっとりしたタイプだよいつも楽しく「拝聴しています」ね。すげえな私はアラフィフあ四40代といっても後半ですねはい未婚の母ですおおはいはいはい今年になってかつての同級生から、まあ、つまり男性ということだね食事に誘われましたランチに応じると帰りがけにその彼氏の年,年収証明を見せてはー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 年収の証明を見せてお金は結構あるし力になれることもあると言いました 額面は千万ほどでしたあ。つまり月収500万ってことだね年収6,000万の証明書を見せられたわけだ。 それすごいよねあの。かつての同級生をランチに誘う時にあれあ,のあらかじめ取らなきゃダメなんだよコンビニかなんかでいわゆる納税証明かもしくは収入証明かわかんないけどあらかじめ取らなきゃダメだけどそれを準備で言ってたのかもしくはその紙がもう折れ曲がってたら散々折れ曲がり癖がついてたらキャマクラでいろんな姉ちゃんに見せてるってことなんだけどもさまあ、もし折れ目がついてない A4 の一枚紙で見せてきたんだったらあなたに見せるために取ったんでしょう。でその後 別日には通帳を見せられました「残高は2冊で9,000万ほど自分の強みは収入で強みは何でも見せようと思った」と言ってましたまあ、はっきり口説いてきてますね好意が持てるあのその男性にねわ、うん、かるわかるもともと ASD っぽく変わった子で顔は好みでないけども強引なこともしないし好印象を持ってくれています少ししつこいけどうんんん 相手は既婚なので相手は婚なのかよ <laughs> 面倒なことに巻き込まれたくないというと夫婦関係は破綻しているし弁護士がいるから大丈夫と言われました今は話し相手に肉体関係はありません力になってほしいという気持ちはあるけど私は深入りせずに距離を置いた方がいいのでしょうか。まあまあ 相談文はこれなんだよで相談文はこれで「要するに」っていうことで愛人になれと言われているというふうにまとめたのは僕なんだよねだからこれはあの愛人になれと言われているっていうふうにこの本文内には書いてないけどまあ、僕に言わせりゃ、まあ、まとめりゃそういうことでしょうっていうことですよね。はいはいはい。で今コメントであの「離婚してから話持ってこいよ」っていうのあったんですけどもどうでしょうね年収6,000万で離婚を今からするのは 大変めんどくさいだろう、ね、でおまけにこのウリ坊さんっていうです、ね、女性の方自身はその男性のことを別に好きじゃないと思うのでこの文面からしたらそこまで無理して離婚してボロボロになった状態にまで相手を追い込んでも意味がないと思うんだよねなんかうん。なので現状そのままでどういうふうに助言しようかな。まず、ね、僕の、ね、正直なアドバイスで言うと、 あのまずあとくされないお金を100万ぐらいポンってもらうんだあのもうそれを本当に贈与税の範囲でならないような年間90万ってやつだよね90万ぐらいポンともらってそれはもう弁護士を雇うお金に使うとで弁護士がいるから大丈夫っていうのはそれは男の方の弁護士でしょそうじゃなくてあとくされなくあもらった90万円であの自分も弁護士雇うので何だろう契約書を作ってもらうんだよ自分の側の弁護士 どんな契約書かっていうと以後どんなこの2人の間でトラブルがあっても二人の間にとかその二人の間で例えば奥さんなり他の誰かなりから訴訟されるなり何なかするなりというトラブルがあっても法的な責任は全部男の方にありますと。でどんな問題が起きても賠償金は男の方が支払いますというような契約書を書いて、まあ、それは弁護士に聞きゃいいよ。でその男の犯行をもらうと。そう,いう,ふうにに。しと別に あのこっから先、あなたが、が、売りさんがです、ね、そいつからお金をもらってそれを奥さんが知ってでトラブルになっても大丈夫だと思うよあの夫婦関係は破綻してるから大丈夫これは別に大丈夫でも何でもないよねまず破綻しようがあのしてなかろうがあの夫婦関係が破綻してるんだったらよりえぐく。 相手の奥さんはなん,かなんかトラブルがあった時というか不倫関係だと思った瞬間にあなたを訴訟してくるだろうから全然大丈夫じゃないしあと弁護士がいるから大丈夫というのもその男についてる弁護士だからあなたはノーガードのままなんですよ。なので、そこら辺だけけ気をつけれとい,い,い,、ね、い,い,い,いうのはだからまあ安心して不倫をやりなさいよというわけじゃないんだけどもあの力になってほしいというのは本音なんでしょう。だから あの毎月いくらかお金をもらえるような関係になればいいんじゃないですかねでそこに肉体関係が伴わなければちゃんとなんか請求書と領収書が出せるような関係であれば問題ないと思うのでいいんじゃないですかあのその男の人が何でそんなにまでしてあなたのことを保護したいのか最終的にはそれは、えー、肉体関係がないとダメなのかというのはよく分かんないけども。 うーんかつての同級生でアラフィフ40代後半で子持ちの女の人にそこまで言う男っていうのは割とあの運がいい物件だと思うのでちょっとそこはあの目配せしてもいいんじゃないかと思いますが気になるのは6,000万の年収だよね6,000万の年収の証明があって通帳残高が2冊で9,000万ほどっていうことは1.5年弱。 1>, 1年半に満たないぐらいの貯金しかないっていうことなんだよ。つまり、えー、一見収入が多いように見えるんだけども、年収300万の人で言えば、500万の貯金通知を見せられたのと同じようなもんだから、そんなにその収入が安定して長く続いてるわけではないと思うんだよね。なんか、最近急に調子良くなった。この2年ぐらい調子良くなったから、 9,000万ぐらいなんじゃないかなとは思うんですけどねうん子供いるんだしシングルマザーでなんかねちょっと援助欲しいんだったら注意しながらだけどもちょっとその話進めてもいいんではないかなと思います。アリンコさん。20代女性。 いつも楽しく岡田先生の動画を拝見しています。私は大学生です。今まで彼氏もいなくて経験もありません。男性から告白されたら、どんな人でもオッケーするつもりです。どうしたら彼氏が作れますか。 アリンコさん20代女性ですで同じような質問がもう1つです、えー、10代男性のです、ね、母親は今不倫中さんですね。<laughs> す,ごいすごいペンネームつけたな、えー、いつも YouTube 無料ですが楽しんで見ておりますありがとうございます大学生になって一度でもいいから恋愛を経験してみたいなと思っているのですがコミュニケーション能力がないため女性の方と話せず女性の友達もいませんどうしたら女性と話せることができますか ですねえー、質問です。まあ,あの、ちょっと系列は違うんだけども、えー、いわゆる恋愛超初心者なんですけども最初の第一歩をどういうふうにすればいいのかってことですよね。で違いはアリンコさんの方は男性から告白されたらどんな人でもというふううに言うんですよつまり受け身の立場ね。で母親は今不倫中君は、えー、女性の方と話せず女性の友達もいませんどうしたら女性と話せることができますかなんですよ。つまり 何か行動を起こすんだけどどういうふうにすればいいのかっていうのとあとはもう向こうから好きだと言ってくれたら誰でもいいけどもどういうふうにすりゃいいのかっていうまあまあちょっと男女差っていうかですねあの主体の違いがあるぐらいですねマッチングアプリに行けいいいうのが一番いいですよね。正直言ってなん、あのー、でかというとアリンコさんの20代女性の場合はですねそのどんな人でも OK っていうふうに言ってるんですけどもマッチングアプリに行って登録したらですね まあ、すごい数の男が一番最初は寄ってくるじゃないですか。で、みんななんか自分のことをいろいろ褒めてくれたり、とりあえず会おうよというふうに言ってきたりするので、あのどんな人でもオッケーって言ってた自分が揺らぐのがわかると思いますね。これはやってみりゃわかるというやつですね。どんな人でもオッケーだと思ってたんだけども、さて具体的に450人から言われてみると選び始める自分がいるわけですよね。なのであの 私にも好みがあるんだっていうのが分かると、マッチングアプリはやばいとか。それは危険だとか。やり捨てられるとか、そういう風コメントが今流れたんですけども、そこはもう気にしなくていいんじゃないのかなという風に思います。あのだってもう打つ手がなくてよくわかんないんですから。ある程度そこのリスクっていうのは踏まえた上で、じゃあなんか自分はどんなだって。 どんな人でもオッケーって言ってるんだから、あのやり捨て目的の男のオッケーなわけですよね。告白してくるんだったら、それを告白というのかっていうふうに言えば、えじゃあまあ告白するまでやらせなきゃいいんじゃないかっていう話になってくるんでですね。ただ多分ね、実際僕違うと思うんだよな。どんな人でもいいっていうのはよく言うんですよね。男子でも女子でもどんな人でもいいっていうのは無意識のうちに排除している半数ぐらいの人っていうのを。 落としてるわけですよ、ね、だからまあだから凛子さんで言えばですねあの告白してくれればどんな人でもいいって言ったらじゃあまあ,あの70歳ぐらいのおじいさんがおわしは二十歳ぐらいの女子大生と付き合うのが夢なんじゃわしと付き合ってくれって言われたらでもそれでも OK かどうかって話になってくるじゃないですかだからこれ多分あのどんな人でも OK っていうのはもう本当ニュアンスで言ってるだけだと思うんで、まあ、具体的にとりあえずいろいろ口説かれてから 考えた方がいいいいんじゃないかなかと思アリンコさんに関してはこんなもんで,で母親は今不倫中くんに関してはですねコミュニケーション能力がない女性の方とは話せない、えー、女性の友達もいないって書いてるんですけどもいやあの マッチングアプリでですね自分ばかり喋る女を見つけれゃいいだけだと思うんですけどだから片っ端から会ってって母親は今不倫君はひたすら黙ってりゃいいんですよひたすら黙ってて向こうがワーワーワワ話してきて「えっ、ー?」とかこう「あなんだか君と話すの楽しいね」って言って一方的に話してくるような女っていうのがまあ10人に1人ぐらいいるんでですね、まあ、それと付き合えばいいんじゃないかなと思いますで多分ねその同世代の 女の子は苦手っぽい感じがするんで10代なんだけどあえて30代以上を狙う30代以上を狙ってですね何も知らない大学生何も知らない男の子女の子と話したことがないから緊張してるっていうのを可愛げと感じるような女を探すつまり男性だったらよく言いますよね「ロリ好みの男」っていうのがいてですね えー、男の子と話せず男の友達もいませんっていうようなのうそうかそうかうほうほうおじさんが相手してやれよっていうおじさんは死ぬほどいるのと同じようにです、ね、今男女はもう本当にこの辺の恋愛の価値観に関してはふらっと同じなので,です、ね、こういうですね、母親が今不倫君の,その10代っていうのを見つけたらそうなのじゃあお姉さんがお話を聞いてあげるわよグヘグヘっていうです、ね、女の人が山のようにいるのでそれはもうマッチングアプリで,です、ね、そういう人にですね で、ちょっとと、教えをもらうとでひたすらもう本当に自分の能力は低いままでいって相手に能力を上げてもらうっていうのでいいんじゃないかなと思いますあのなんだろう、英語を学ぶ一番の方法は英語を話す彼女彼氏を作るっていうの。 よく言いますよそれと同じですね。自分にそういうスペックがないでもそのスペックが必要だと思ったらそういう彼氏彼女を作っちゃうというのはです、ね、王道の方法なんでそれでいいんじゃないかなというふうに思います。